はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の加法定理の応用丸3半角の公式編をお送りします。で、このシリーズ最後です。1個目が2倍角で、次が3倍角で、今回が半角です。で、ポイントが復活してて、ポイント3つ、そして問題が3問、計6問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあね、早速ポイントまずやっていきましょう。で、まあ2倍角やってね、3倍角、まあ3倍角は証明でやりましたけど、で、半角と公式だらけなんでちょっとごちゃごちゃするんですが、まず半角、半分の角度です。だからアルファが半分になるから2分のアルファなの、全部そう。で、半角の公式のポイントは2乗です。全部2乗がくっつく。で、あともう一個ポイントなのは、コサインしか使わないです。こっちに出てくるやつ全部コサインで賄うことができる。で、まずサインからいきましょう。サイン2乗、2分のアルファは、これコサインもそうなんだけど2分のです。いい？2分ので、上が1マイナスコサインアルファになります。2分の1マイナスコサインアルファで、コサイン2乗が同じく2分ので、実はパーツの場所も全部同じです。1とコサインアルファ、ただしここがプラスっていう、2分の1プラスコサインアルファで、半角の公式は、この2つを覚えてると、これが行き、行くことができます。感じて、で、なんで行けるかっていうと、もともとタンジェントってコサイン分のサインって言ったじゃんか。で、それをね、使ってしまいます。コサイン分のサイン、分母が2なんで両方切るから、これ分のこれって覚えちゃうと楽です。それが公式だから、コサインの分子である1プラスコサインアルファ分の1マイナスコサインアルファって覚えてしまうと楽かなと思います。まあ、気をつけるのは符号だね。ここプラスとマイナス、結構コサインがマイナスのことって多かったりするんだよね。サインがプラスでって、でもここ逆になってるからちょっと混ざらないように気をつけてください。で、実際ね、問題解いていきましょう。今回アルファの範囲がちょっと変わってます。2分の 3π から 2π です。つまり270度から360度までですね。いいかな。だから第4象限か、じゃあ右下やね。で、サインアルファ、イコールマイナス5分の3の時、次の値を求めようってことで、全部ね、2分のアルファのサイン、コサイン、タンジェントを求めに行くと。で、まずこれ求める時、上にも書いてあるけど、コサインを使うからさ、だからサインからまずコサインを求めに行きます。で、サインからコサイン求める時は、サインの2乗プラスコサインの2乗イコール1です。もう使うのは、だからそれを崩して、コサイン2乗アルファは1マイナスサイン2乗アルファになります。で、これ2乗すると25分の9だから、ちょこちょこ書いちゃおうか。ちょっとごめん、今回もね、番書量がちょっと多くなりそうなんで、25分の16になります。で、これどうしよっかな、右に行こっかな。だからこれ2乗外すと、コサインアルファイコールプラスマイナスルートこれです。で、これはルート25もルート16も出てくるので5分の4になります。両方2乗だからね。で、ここでジャッジをしなきゃいけない。あのコサイン両方使えんのっていう。で、どうジャッジするかっていうと、アルファは今これです。第4象限で、ちょっとよく書こうか。ちょっとちっちゃくてごめんね。ここです。ここ右下ってことは、この右下のコサイン x 座標でしょ。ってことは正だよね。負にはならない。だからこれ負は使っちゃいけないので、今回のコサインアルファは正の5分の4を使って解いていきます。ここを外すと全部間違うっていうね、しんどいことになりますんで。よし、じゃあ行きましょう。まず4番、ここはちょっとスペースないからこっち行こうか。詰めていきますよ。じゃあサイン2分のアルファなの でこれいきなり解けないから、これ使ってサイン2乗からいきます。2乗2分のアルファで、あとは入れるだけなので、2分の
1で、コサイン5分の4だから、マイナス5分の4です。で、分子がこれ5分の1。だから2分の5分の1ね。ってなるから、5分の1割る2って考えればいいので、10分の1になります、これ。こう。で、2乗外すのはさっきと同じ。だから、サイン2分のアルファイコール、プラスマイナスルート10分の1です。で、有理化します。ルート10分の1有理化すると10分のルート10になります。さあここでジャッジなんです。またいい、プラスマイナスが出てきた時は基本的に両方 OK なのかな、片方だけなのかの絶対確かめます。さっきみたいに。で今回どう確かめるかっていうと、よし、じゃあどこ行こうかな、ここに書こうか。今ここの答え全2分のアルファです。さっきはアルファだったけど、だから2分のアルファの範囲を考えます。そうするとちょっとごちゃごちゃしてごめんね。2分のアルファってことはこのアルファを全部2で割ればいい。ここ全部ね、で2で割るから、これ2で割ると4分の3パイです。でこれ割るとパイになります。いいかな。ってことは2分のアルファっていうのは、ちょっと待ってね、ちっちゃくて申し訳ないんですけど、4分の3パイってなんだ ?135 度か。135度から180度まで。つまり、ここだよね。ゾーンとしては。このゾーン。135から180までだから。ってことは、あそこのサイン、Y 座標です。Y 座標、絶対正でしょ。つまり、正しか答えにしちゃいけないので、ちゃんと途中式書くんだったら、これよりって書けば OK です。これよりって書いて、サイン2分のアルファイコールプラスの方だけだから10分のルート10と、これで OK になります。いいかな。必ず最後のチェックを気をつけてください。でどんどんいきましょう。あとは公式使うだけだからね。これごちゃごちゃしそうだね、ごめんよ。5番。で、コサインも同じように2乗からまず攻めなきゃいけないので、コサイン2乗2分のアルファ。で、あと入れるだけだから、2分の1プラスだね、今度ね。5分の4。で、今度は分子が5分の9です。5分の9割る2。だから10分の9になります。で、こっちの右側じゃん、また。10分の9。で、同じように2乗を外すと。そうすると、プラスマイナス、今回、ルート10分の3です。ルート9、3だからね。で、有理化すると、10分の3ルート10になります。そして、チェック。範囲は同じです。2分のアルファだから。で、さっき見てみると、コサインは X 座標。じゃあ、X 座標、どう見てもプラスになれない。負だもんね、こっち側。だから、この答えは負しか使えないので、コサイン2分のアルファはマイナスの方だけ答えにします。マイナス10分のマイナス10分の3ルート10だね。で最後タンジェントでございます。でタンジェントいきましょう。で6番。まあ、今回もね公式使ってるから公式通りいきましょう。タンジェント2乗2分のアルファイコール1プラス、一応書くか。1プラスだから、プラス5分の4。分の1マイナス5分の4です。当てはめただけね、あれね。そうすると、5分の1割る5分の9です。5分の1割る5分の9。だから、かける9分の5と変わります。入ってるかな、ね、逆数するとね。なので、残るのは9分の1です。こうやって。で、2乗外すと、アルファイコールプラスマイナス。これ両方ともルート出てくるので、3分の1になります。で、最後、ジャッジ。これ、このゾーンなので、傾き、単純と傾きだからね。傾き、絶対負です、こっち。ね、こっち。こっちになれないから、正に。ってことは、マイナスの方だけ答えに使っていいので、タンジェント、2分のアルファイコール、マイナス3分の1と
これで OK でございます。まあ、コサイン分のサイン使えば解けるんだけど、本当はね、あの中が2分の α なんだけど、結局タンジェント2分の α ってコサイン2分の α 分のサイン2分の α なんだよ。だからこれ分のこれやっても同じ答え出てくるんですけど、まあひとまずね、今回は公式使ってるんで公式でやらせていただきました。では今回は高校数学数2の加法定理の応用丸3半角の公式編をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのタイトルこれで終了で、次回は三角関数を含む方程式不等式やります。これちょっと前にやったんですよ、シリーズで何本か。でそれを2倍角とかを使ったバージョンのやつをちょっとお送りしますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。